ハステは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、シャウムブルク軍ザムトゲマインでネンドルフに属す、町村である。この町は、ブンストルフとバトネンドルフの2つの市の間に、位置している。自治体ハステは、地区集落、ハステとビルヘルムスドルフからなる。ハステは、シャウムブルク軍の北端、ミッテルラント運河とハステの森の南に位置する。 ここをいくつもの主要幹線が通っている。しかし町は農業を主とする環境にある。町内をハスター・バッハ川が流れている。最初の文献上の記録は1612年、ホーンホルストのルター派教会の土地台帳に記されている。当時この集落はアウフデア・ハステと呼ばれており、教会長ホーンホルストの支配下にあった。 1847年の民伝までの鉄道延長、1872年のハノーファーまでの大スター鉄道開通、1916年のミッテルラントウンガ開通、1929年のアウトバーン A2 号線開通によっても、ハステは近隣のブンストルフやバートネンドルフの求心力により、ほとんど利益を得ることがなかった。この町では、こうした、 交通幹線の長所と短所が均衡を保っているようだ。とはいえ、美しい風景と州都ハノーファーに近いという利点から多くの新興住宅地が建設されつつある。この町の議会は13議席からなる。町長はジグマール・ザントマンである。ズガラ、ハステの紋章には黒いのロジカとシャウムブルクのイラクサの葉が描かれている。ハステ駅ハステは鉄道の分岐点である。 ハステの駅には1時間間隔でハノーファーブラウンシュバイク駅やミンデンレーネ駅のレギオナルエクスプレスの列車が発着する。さらに2時間ごとにビレーフェルト駅やオスナブルクライネ駅も運行している。S バーンでは S1000 と S1、S2 号線が乗り入れている。連邦道 B442 号線が町内を通っている。アウトバーン A2 号線のブンストルフコーレンフェルト。 インターチェンジまで自動車で5分で行くことができる。ありがとうございます。